ミールザー・ジャワーン・バフとは、北、インド、ムガル帝国の、第15代皇帝シャアアーラムセ世の長男。同国第16代皇帝アクバルセ世の兄でもある。ミールザー・ジャハーンダールシャーとも呼ばれる。1749年、ムガル帝国の皇帝シャアアーラムセ世とそのヒタージマハルとの間に生まれた。1760年10月9日。 クグ月の皇帝シャージャハーム3世がマラーターに配位されたとき、ミールザージャワーン・バフトは一時的にデリーの摂政となった。その翌日、彼は帝国の皇太子となった。1761年1月14日、マラーター同盟軍とアフガン勢力ドゥッダーニー・アサが第三次パーニー・パットの戦いで激突し、アフガン軍が勝利した。その後、 ナジーブ・ハーンがその代官となると、彼と共に、デリーを統治することとなった。1772年1月に、父ミカド・シャー・アーラム2世が帰還するまで、ナジーブ・ハーンらとデリーを統治した。なお、この間にデリーは、マラーターのマハーダージー・シンディアによって占領されていた。同年から、帝国の武将ミールザー・ナジャフ・ハーンが、帝国の巻き返しを図ると、 ミールザー・ジャワーン・バフトもこれにつき従い、1782年までに帝国の半島一定の地域にまで広げた。この間、1781年5月2日に、弟のミールザー・アクバルが皇太子に任命され、これはイギリス東インド会社からも認められた。1782年にミールザー・ナジャフ・ハーンが死亡し、マハーダージー・シンディアがその副官の争いを収めて、 帝国の実権を握った。だが、彼を嫌っていたミールザージャワーンバフトは、1784年4月14日に、デリーを逃げ、アワード大主の首都ラクナウに定住した。その後、イギリスからの年金受給者となり、バーラーナシーのシワーラー宮殿を与えられた。1788年5月31日、ミールザージャワーンバフトは、バーラーナシーの宮殿で死亡した。 ありがとうございます。